こんにちは。スタンピンアップデモンストレーターのゆきです。今日はこちらのバレンタインカードを作っていきたいと思います。このカードのベースのウィスパーホワイトのカードストックなんですけども、こちらのノートカード、エンベロップを使っています。こちらが、このように5インチかける7インチ、約13センチかける18センチにカットしてある、ウィスパーホワイトのカードストックと、このような封筒が20枚セットになっているんですけども、こちらのカードストック、真ん中にもあらかじめ折れ線が入れてあるので、このようにですね、真ん中で折り曲げていただいて、すぐにね、カードベースとして使うことができて便利です。折りたたんだ時のこのノートカードの大きさなんですけども、通常のカードと比べますと、ちょっと一回り小さくて、ちょっと細身のカードになります。今日使用するのはこちらのノートカード、エンベロップのノートカードと、こちらの広い幅の方が4と4分の3インチ、幅の狭い方が3と4分の1インチにカットしたメロンマンボウ、それと、幅の広い方が4と2分の1インチ、狭い方が3インチにカットしたウィスパーホワイトのカードストックを使っていきます。今日使用するスタンプですが、グルービーラブスタンプセットの、アンドのハートのスタンプと、ドットのハートのスタンプ、それから、グッドグリーティングスタンプセットの、こちらのハッピーバレンタインスデーとアイラブユーのセンチメントを使っていきます。それでは早速、こちらのアンドのハートのスタンプを押していこうと思うんですけども、こちらは、パンチでカットして貼り付けますので、先ほどご紹介したペーパーとは別のウィスパーホワイトのカードストックにスタンプしてパンチでカットをしたいと思います。それではスタンプしていきます。このようにスタンプしました。こちらを、このスイートハートパンチでカットしていきます。ロックを外して、こちらの窓に合わせて、このようにカットしました。次に、こちらの、3インチかける4と2分の1インチにカットしたウィスパーホワイトにスタンプしていきます。こちらのドットのハートのスタンプを押していくんですけども、押す位置なんですけども、先ほどカットした、ハートのアンドのスタンプを真ん中に貼り付けますので、その両脇にスタンプが来るように押していきます。ちょっと薄めに押したいので、一回別の紙にスタンプして、残ったインクで押していきます。真ん中にハートが来ますので、その端っこ、なるべくこの中央のラインに来るように押していきます。
反対側にも押していきます。一回インクを落として、このようにスタンプしました。先ほどカットしたこちらのハートを、このスタンピンディメンショナルズで、真ん中にポップアップさせて貼り付けていきます。このように貼り付けました。次にハッピーバレンタインズデーのセンチメントをしていきます。ハッピーバレンタインズデーのセンチメントはこちらの上側に押していきます。下側に I love you のセンチメントを入れていきます。このようにスタンプしました。それではこちらのノートカードに、他のカードストックを貼り付けていきたいと思います。まずはメロンマンボウを貼り付けます。ちょっとスタンピングアップのスネイルアドフィッシブが作ってる途中になくなってしまったので別なのを使っています。こちらノートカードの真ん中に来るように貼り付けていきます。こちらを貼り付けます。これで完成です。インクも一色でできますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。それではバイバイ。